こんにちは、さとがです。かぶせてくるね、うん、皆さん、いい恋してますか？してます。いや、うるせえ、黙れこれこそ本当にもう気持ち悪いって書かれるやつや、コメント欄に僕がですね、先日ちょっと興味本位でね、ツイッターでアンケート取ってたの知ってますか？投票したわ。そうでしょ、投票したでしょ。そのアンケートの結果が出たんですよ。まあ具体的にどんなアンケートを取ったかと言いますと、まず1つ目、今現在付き合っている人がいるかいないか。2つ目が恋人を作りたいと思うか思わないか。で、3つ目がもし恋人がいた場合、その恋人は異性であるか同性であるか。結構さ、なんか話には聞くけどさ、なんかこう大勢にアンケートを取った結果どうかっていうの知らないじゃん、うん、テレビ番組とかでも街頭アンケートとかって割と100人ぐらいにしか聞いてないわけよ。それでパーセンテージとか出してるから、ならもうもっと有効性のあるデータを取ってやろうと思いまして、まず1つ目のアンケート、付き合ってる人がいるいない、回答者数3944名です。ありがとうございます。いい研究データになりますね。2つ目のアンケート、恋人を作りたいと思う思わない、2136名の皆様ありがとうございます。3つ目のアンケート、その恋人とは異性である同性である、1538名の皆様に回答いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。結構ね、興味深い結果が出たんよ。ちょっと当ててもらおうか。じゃあ今現在付き合っている人がいるいない、何パーセントがいるだと思う？今結構ね、こう恋人いないみたいな、恋人いらないみたいな人が話題になって問題になってますけど、いない人の方が多そう。 80% がいないで、おその 20% がいる。いる。正解はいる 31% です。おいない 69%。 まあだから 7-3 ぐらい。じゃあ2つ目ね、恋人を作りたいと思うか思わないか。 77% が作りたいと思う、 23% が思わないっていうことだったんですけど、ちょっとこれはね、理由も別で聞きました、うん、じゃあ先に作りたいと思う理由から。悲しい時に支え合える、毎日の暮らしがいい意味で少し違って見えるから欲しい。まあお互いの刺激にはなるもんね。自分一人ではできないこととかもできるようになったりとか、相手の趣味に合わせて生活スタイルが変わっていったりするから、そういうところはあるかもしれないね。あとは結構多かったのは青春したいから。青春ってなんだってなるじゃん。青春っていう言葉の定義がさ、青い春だ、わかんないからさ。青い春だよ。青い春ですか、うん、どういうもんですかそれ。青く輝いている春にみんなになりたいんだよ。まあまあまあ軽くですけど、そんな感じね。じゃあ思わないと思う理由、うん、欲しいと思わない理由、欲しいと思わない理由、一つ目、嫁がいるから。二次元現実を見てください逆に付き合うと安定してしまって、付き合う前までのドキドキ感がなくなってしまうのではないかという。あのさ、よく高校生中高生多いですよね。刺激が欲しい人は片思いしてるぐらいの方がいいかもしれないけど、他にはね、部活に青春を捧げたいから。そういう人、いい人素敵じゃないこれ。でもそうかもしれないよね。何かに向かって全力で頑張ってる時って心が充実してるから、彼女を作りたいとか彼氏作りたいとか多分思わないんだろうね。部活だよね、わかる。 YouTuber のファンをやってる時間を今は大切にしたいので、恋人はいらないです。まあでもそうだろうね、憧れみたいなものがあるとそっちには目がいかなくなるのかな。そう、アイドルとかと一緒だね。一緒だと思う。ジャニーズとか、ジャニーズ好きだからとかって理由も結構多いね。里親みたいになりたいと思ってますって言ってくれる人もいました。もうそれはもうお礼しよう。ありがとうございます。あとは思わないの理由として、もう3年くらいいないけど自由だし楽だし今が好きだから無理に作ろうとは思ってないです。ああそうね、結局は現状に満足するとやっぱり作んなくてもいいのかなってなるかもしれないね、うんうん、じゃあ3つ目いきましょう。その恋人とは異性である、同性である。異性である 87%、 同性である 13% です。まあそれはそれでいいと思いますよ。そう、素晴らしい回答結果になったと思う。人には人の愛し方があるから、そう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 、まあ家は全然それでもいいと思うけどね。でもすごい素敵だと思うよね、うん、いやそれのね、意見をちょっと聞きたかったんだけどね、さすがにちょっとリプは来てなかったね。知らないよね。じゃあこっからが本題でございます。もう一個ね、実はアンケートを取ってまして、今現在恋人がいない人たちはなぜいないと思いますか。また自分の身近な友達が振られた理由とはどういったものでしたかっていうね、これね、具体的な例を挙げて。ちょ、なに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 、あのこれはまたこれで動画を作ろう。どういうこと？長すぎるから。長すぎる。うん、だから次はこの話題でお話ししますね。あ、もっと話したいってことね。いやさ、恋愛の話ですよ、好きや。いや、もうさすがですね。そう。じゃあここから後編に行きたいと思います。それでは後編でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録は右下の登録ボタン、もしくは画面下の登録ボタンからよろしくお願いします。セカンドチャンネルもあるよ。よろしくね。バイバイ。